皆さんこんにちは、こんばんは、アトムです。今回は望遠のコンデジの特性を生かしたいい感じの写真を撮ろうと思って川にやってきました。もうすでに菜の花が結構咲いてきてますね。気温もちょっとあったかくなってきました。それでは今日も早速野鳥を探していきましょう。行ってきます。早速この暇そうに水に浮かんでいるのはカワウですね。カワウは普段はこんな感じの真っ黒でつるっとした野球少年みたいな頭してるんですけど、繁殖期のカワウはこの動画のように急に銀髪のオラオラ系な感じになるんですよね。まあ別にグレているわけではないので安心してください。こちらはマガモですね。川のカモたちは公園とかのカモと違ってめちゃくちゃ警戒心が強いんで、すごい離れた橋の上から撮影してます。それにしてもこの時期はもうカップルを形成してるはずなんですけど、なんだか争いが起こりそうな予感がする数関係。どうなんでしょうかね。まあそんなことはないと思いますけど、仲良く北に帰ってください。さて、可愛らしいホオジロの姿が見れましたね。このホオジロ、メスと一緒にいたんですけど、彼女にかっこ悪いところを見られて呆れられてないといいですね。さて、この見るからに可愛い。ていうか鳥が正面向いてるとなんでこんなに可愛いんでしょうね。まぁ、ちょっと話がそれましたが、この可愛い小鳥はビンズイという小鳥で、夏は標高の高い高山で見られるんですが、冬になると平地に降りてきます。松林などでよく見られますが、こうした河川敷にも気づいてないだけで案外来ているのかもしれないですね。さて、カワセミがとてもいいところに泊まってました。こうやっていいところに泊まってると動画を撮ろうか写真を撮ろうか迷う問題があるんですけど、僕はやっぱり YouTuber ってことでとりあえず動画から撮るんですけど、動画を撮っていると今度は写真に切り替えるタイミングをなくすんですよね。まあ今回はそんなことを考えてるうちに飛んでいっちゃったんですけど、多分この問題は一生迷ってると思います。さて、今度は対岸でお餅が動いていたんですけど、よく見たら鳥でしたね。この鳥はイソシギというシギの仲間で、似たような見た目にクサシギという鳥がいるんですが、イソシギの方がお腹の白い色が羽の付け根の奥の方まで食い込んでいることで区別できます。なんだかダイサギがペンギンみたいになっていたんですけど、この後この子とんでもないことをしでかします。伊豆では河津桜が咲き始めて、はっきり春の足音が聞こえるようになりました。ホオジロに至ってはもうさえずっちゃってますからね。間違いなく春ですね。こうしてホオジロのさえずりを取っているところに、ちょうどよくというか間が悪くというか草刈りが始まってしまうわけなんですけど、野鳥を撮ってるとこう何かに邪魔されることが多いですね。セグロセキレイがぺちゃくちゃさえずりながら川岸を歩いています。こうして近づいてくるとピントを合わせ続けるのがめちゃくちゃ大変なんですよね。いや、まあめちゃめちゃ可愛いですけど。さて、このセグロセキレイしばらくいてくれそうなので、ちょっと撮りたい写真を撮ってみます。こうやって地面とか水面にいる鳥は
カメラをスレスレの状態で撮るとすごいいい写真が撮れるんですよ。実際ちょっとやってみますね。待って、今光さしててめっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。そこのね、価格で撮れたらめちゃくちゃベストなんですよね。こんな感じで水面ギリギリにカメラを近づけると前の方も後ろの方もすごくぼやけた柔らかい雰囲気になるんですよね。ただその分野鳥とかの被写体にピントを合わせることは難しくはなるんですけど、しっかりピントが合うとまるで鳥目線で見ているかのような写真を撮ることができます。さて、セグロセキュレイの撮れた写真がこちら。柔らかく横から光が当たっていい感じの写真になったんじゃないでしょうか。よくね、プログラムオートモードを使うんですけど、今回は走り回るセグロセキュレイが相手なので、シャッタースピード優先モードで撮りました。250分の1ですね。まあ、セキュレイよく動き回るんですけど、市街地ほど速くはないので、まあ250分の1ぐらいでも十分撮れますね。でね、これ手持ちで撮ってるんですけど、自分自身はめっちゃしゃがんで、カメラを水面ギリギリまで近づけて、親指でシャッターボタンを押してるような感じになりますね。ちょっと引いた状態でも写真を撮ってみたんですけど、ボケ感は若干少ないんですが、手前に草の前ボケが入って、これはこれでいい感じになりましたね。こういう超望遠カメラとかは、望遠側にした方がよりボケ感が強くなります。ただコンデジとかによくあるデジタルズームとかの領域まではズームしない方がいいですね。メジロもさっきよりは長い間姿を見せてくれましたね。桜がめっちゃ咲く頃になるとメジロのくちばしの周りが花粉で真っ黄色になるので、そんな姿も楽しみにしたいところです。さて、カイツブリも浮かんでましたね。カイツブリは本当によく潜るので、撮影がモグラ叩きみたいになっちゃうんですよね。だから急いで撮ります。モグラ叩きってめっちゃ言いづらいですね。カワウがおしゃれモヒカンみたいになってますけど、一生に一度はこんな頭にしてみたいとかは、まあ全然思わないですね。フグ、やばい、それフグだよね。さて、こちら先ほどのダイサギなんですけど、とんでもないものを加えてるんですよね。まあ何を加えてるのかっていうと、これなんとフグを加えてるんですね。フグって皆さんご存知の通り、内臓と皮膚にテトロドトキシンっていう猛毒を持ってまして、まあ人間みたいな大きな生き物が食べても死んでしまうぐらいの強い毒を持ってるんですね。まさかね、それが鳥に効かないっていうことはないと思うんですけど、まあ一つ食べられる理由を挙げるとすれば、テトロドトキシンはもともと体内にあるわけではなくて、生物濃縮といって、このクサフグがいろんなものを食べるうちにどんどん蓄積されていくタイプの毒なんですね。なので小さいうちはそんなに毒が強くなかったり、環境によっては毒の少ない個体っていうのはやっぱりいるようで、まあたまには無毒のフグもいるかもしれないんですけど、ちょっと毒が弱めなフグっていうのは自然界に存在するのかもしれませんね。ただまあこのダイサギがそれを見分けられているのか、はたまた全然知らなくてとりあえず食べているのかはちょっとわからないんですけど、まあフグの毒って強すぎてフグは食べられないと他の生き物が認識する前に食べちゃった生き物が死んでしまうことが多々あるんですね。まあなのでこのダイサギはもしかしたらフグが食べられないっていうことを知らないのかもしれません。まあ結局ね、頑張って飲み込んじゃったんですけど、しばらく経った後もケロッとしてたので、おそらく大丈夫なフグだったんでしょうね。なかなか命がけの食事です。
川の中州に鳥が降り立ったので、よく見てみるとタヒバリですね。タヒバリってめちゃくちゃ保護色で、しかも警戒心もすごい強いので、気づかずに飛ばしちゃうことが結構あるんですけど、こうやって降り立ったところを見つけられればチャンスになりますね。もう本当に農耕地とか行くとね、ちょっと先ぐらいからもうヒュン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 飛んでくんですよね。マジで気づけないです。さて、川はこれくらいにしてちょっと移動していきます。さて、さっき観察したある鳥がもうちょっと見たくなって海にやってきました。皆さん、海には何があるかわかりますか？そう、松の防風林ですね。で、こうした松の防風林には 100% と言っていいほどあの子がいます。そう、ビンズイですね。冬限定にはなるんですけど、冬の松林にはほぼ必ずと言っていいほどこのビンズイがいます。そんなに警戒心も強くないですし、このテクテク歩く姿がね、めちゃくちゃ可愛いので、定期的に見たくなる野鳥なんですよね。だいたい数羽から十数羽くらいの群れで行動していることが多くて、じっとしてるとかなり近くまで寄ってきてくれることもあります。このビンズイたちも先ほどのセグロセキュレイと同様、カメラをなるべく地面に近づけて撮ってみようと思います。さて、撮れた写真がこちら。なかなか草のないところに出てきてくれなくてちょっと苦労しましたね。まあこんな感じの海辺みたいに明るさがほとんど変わらなくて、撮りたい鳥もビンズイって決まっているので、シャッタースピードを一定にできるシャッタースピード優先モードで撮りました。この半開きの口が可愛いですね。ふと海を見ると割と大きめの鳥が浮かんでいたんですけど、あれはカンムリカイツブリですね。首を縮めて休んでいるように見えるんですけど、そこそこ波強いんですけど、あれ休めてるんですかね。白セキレイも見れたんですけど、あとキセキレイが見れればセキレイ大集合でしたね。ちょっと曇ってきて風も強くなってきたんで、そろそろ帰ろうと思うんですけど、せっかく海に来たのでイソヒヨドリもしっかり撮っていきたいと思います。イソヒヨドリは警戒心もそんなに強くないし、そんなに動き回ることもなくて、そこそこ大きめの鳥なので本当に撮りやすい鳥なんですよね。で、まあ最近割と都市部とかにも進出していて、結構見かけることの多い鳥なので、めちゃくちゃ初心者向けの野鳥です。鳥を撮ってみたいななんていう場合は、まずこのイソヒヨドリから練習してみるのがいいんじゃないですかね。誰でもかなり綺麗な写真が撮れると思います。さて、イソヒヨドリの写真がこちら。イソヒヨドリはね、毎回これは過去一かもって思うような写真がたくさん撮れるのが嬉しいですね。今日は本当に設定ずっとそのままですね。まあイソヒヨドリくらいだったらシャッタースピード100ぐらいでも全然撮れるんですけど、まあ変えるのがめんどくさかったんでしょうね。本当にこの渋い色いいですよね。さて、というわけで今回は川と海に単調に行ってきたんですけど、やっぱりね、川はいいですね。野鳥がなかなか見られない時でも、川ってほぼ確実に野鳥いますからね。なので、例えば初心者の方でとりあえず野鳥が見たいなんて方は、川に行けばいろんな野鳥に出会えると思います。まあそんなわけで、今日も最後に写真紹介をして終わりにしていきましょう。みんなね、ほんと日々たくさん写真を投稿してくれて、紹介したい写真がだいぶ増えてきちゃいましたね。今回は3枚の写真紹介していきます。まずは中学生単調家さん、キャノンのパワーショット SX70HS ですね。で、撮った写真がこちら。綺麗なキビタキですね。これ多分渡ってきた直後ですね。木の芽がまだ開いてないので、4月ぐらいでしょうか。野鳥はね、渡り直後は結構警戒心高くて、なかなか近くでは撮らせてもらえないんですけど、羽の質感がしっかりわかるぐらい近くで撮れていて、
羨ましいなと思います。キビタキは結構背景が森の中で真緑になることが多いんですけど、こうやって青空が見えてるのもなかなか新鮮ですね。さて続いてはマモさん。 FZ300 はルミックスのコンデジですかね。で撮った写真がこちら。これは身指式でしょうか。これもね、今日僕が紹介したカメラをなるべく地面に近づけて撮っている写真ですね。前と後ろのボケがすごくいい感じで、夕方なんですかね、これは。夕焼けの色が水面に映っていて、とてもノスタルジックな感じというか、いい情景ですね。さて、本日最後はフラットペダルズさん。写真がこちら。赤橋ハジロですね。ちょっと僕は見たことのない鳥なんですけど、赤いくちばしがめっちゃ綺麗ですね。で、この写真面白いなって思ったのが、あの表情がめちゃくちゃいいんですよね。何考えてるんでしょうね、この表情。絶対なんか悪いこと考えてますよね。みんなちょくちょくこういったなんかネタ写真を送ってくれるのが面白いですね。随時写真は募集してますので、皆さんぜひ Twitter の投稿から応募してください。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。